第1回大喜利ギャザリング、よいしょーよいしょーい、というわけで、本日、MC とお題作成とさせていただきます東吉です。よろしくお願いいたします。よいしょ。いやね、なんかね、今日ちょっと緊張してましてね、なんかあの自己紹介をしていきましょうか。まずは、問い読みの、伏見八尾さんからいきましょう。どうぞ。はい、人魚人魚人魚食べて不老不死伏見八尾と申します。問い読みとは、個性を消すと見つけたり、初めての問い読みになりますが、どうぞよろしくお願いします。なんで最後嘘ついた。ではでは、回答者の方行きましょう。こちらディスコードの上からですね、順番に行きたいと思います。ではまず、ニューツーさん、よろしくお願いします。はい、はい、どうも皆さんよろしくお願いいたします。根頃川さとると申します。今日はですね、すごく緊張すぎて、あ、ごめんなさい、ちょっと緊張すぎてごめんなさい、ネゴシックスの本名言っちゃいます。誰がわかんねえよ。誰がネゴシックスさんの本名根頃川って知ってんの。では続いて小雨さん、よろしくお願いします。はい、ほとんどの方はじめましてになると思います。もし前から知っているという方、好きです、結婚を前提にお付き合いしてください。どうも、ボクスTV小雨です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もうプロポーズから始まってるんですけど、さ、小雨さんは、散歩のトミヤンさん、よろしくお願いします。はい、散歩のトミヤンです。よろしくお願いします。一つちょっと皆さんに言っとかないといけないことがあるんですけど、なんか寝息みたいな、ちょっといびきみたいなのが聞こえるかもしれないんですけど、これは僕が飼ってる犬が今大絶賛寝てるので、犬の寝息なんで、皆さんが真剣に考えてる時、癒しとして、僕の犬の寝息を聞いていただけたらなと思ってますんで。であと、はい、いい、なんか皆さんが回答してる最中に吠える可能性があります。吠えたらこの放送は終了です。終了でいきましょうか。はい、お願いします。さあ続いてはペルトモさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ペルトモです。いや、ちょっと大喜利が慣れてないものでして、嘘つけ、嘘つけ、嘘つけ、ご迷惑を。テレビ出てたじゃん。大喜利でテレビ出てる人じゃん。テレビに出て負けました。大喜利でテレビに出てる。じゃあ続いていきましょう。マゼアンさん、よろしくお願いします。はい、皆さんお疲れ様です。お笑い系 VTuber のマゼアンと申します。最近友人の LINE グループで変顔の自撮りを貼ってくる流れになったんですけど、一人だけ最近生まれた赤ちゃんの写真貼ったやつがいて、人生の周回遅れに突入したことが分かりました。今日も大喜利頑張るぞということで、よろしくお願いします。タックさん、よろしくお願いします。はい、31歳高円寺在住のサラリーマンタックスマンです。普段はラジオのハガキ職人をやっております。すげえな。今朝ですね、ちょっと銭湯行ってきたんですけれども、一緒のタイミングで出たおじいちゃんがですね、なんか全く体拭かずに服着てまして、で普通に帰ったんですね。すげえ。すごいなって思ったんですけど、今日はそのおじいちゃんのために頑張りたいと思います。では続いてドクロネさん、よろしくお願いします。はい、どうも、ミミズのドクロネと申します。よろしくお願いします。トキシさんのね、大喜利なんて言うんでしょう、はい、もう準レギュラーみたいな感じで出させていただいてて、はい、でまあ、その同じくね、その準レギュラーかなって僕が思ってる中で、まあ、その八尾さんと、あと、はい、タイトル者だとハリーさんとグーガオさんといたんですけど、はい、まあ、この企画の前身となるウイルスが来たウギルの第8回が、はい、ハリーさん欠席、はい、そして今回、ハリーさんとグーガオさんが欠席、はい、ギャザリング第2回僕を追い出そうとしてる。徐々にじゃないです。徐々におめでとうございますよ。では、続いてゆげさん、よろしくお願いします。はい、歌手、歌い手、あとゲーム実況やってます、ゆげです。お願いします。お願いします。東吉くんの企画は2回目でしょうか。はい、そうですね、はい、2年ぶり、はい、2年ぶりということで、はい、まあ、大喜利好きなのでなんとかひねり出します。はい、よろしくお願いします。はい、続いてゲラいきましょうか。はい、ゲーラーは、一番上、ゆめゆきさん、よろしくお願いします。はい、お風呂来てゆめゆきです。今回ゲラーで参加させていただきます。なんか
ゲラでの準レギュラーとしてちょっと最近こう、参加させていただいて、まあ、前回の何でしたっけ、はい、ウイルス撃退大喜利の時も、はい、たくさん笑って健康になってますので、今回別にウイルス撃退ではないですけど、今回もちょっとたくさん笑って健康になって帰りたいと思います。頑張ります。よろしくお願いします。では続いてあゆえがわさんね、よろしくお願いします。はい、どうもゲーム大好きな音楽系 VTuber のあゆえがわです。結構ね、僕も初めましての方もいっぱいいて最初緊張してたんですけど、なんか裏でのもろもろをね見ててね、あ、これ絶対今日めっちゃお腹痛くなるまで笑うやつだって思って今すごいニコニコしてます。あといい感じにいっぱいお酒も飲んで、もうめっちゃ視聴者的な感じで楽しんでるけど、まあいっぱい楽しみ、もうこの後も楽しみにしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ続いてディスコテンメテオさんね、よろしくお願いします。なんで笑うんですか、なんで笑うんですか。いやなんか取りになっちゃって申し訳ないなっていう。ああ、ありがとうございます。飲み屋でスカウトされてバーチャル YouTuber になりましたディスコテンメテオと申します。よろしくお願いします。今日初めての方多いんでね、ちょっと空気感戸惑いつつちょっと笑ってこうかなと思ってる。ちょっともしかしたら忖度の笑いが出るかもしれませんが、よろしくお願いします。どこ忖度あるやろ。これはちょっとまあやっぱ表ではなかなかちょっと話せない状況あれなんで。やばいな。よろしくお願いします。では一問目いきましょうか。いっちゃうすか。いきますか。じゃあもういきますよ。じゃあ皆さんの回答準備お願いいたします。では矢尾さん一番のお題でいきたいと思います。はい。よいしょ。はい。大丈夫かな。あれ？お、タコだった。お題、タコだった。大丈夫かな？新入社員 PNG が。なんか止まってる。固まってる。なんで固まってる？お題がなくなったってこと？いけた。はい。あ、見ますね。はい。こんな新入社員は嫌だ。なるほど。はい、おかえりなさい。約7分間です。よろしくお願いいたします。なるほど。はい、なるほど。新入社員ね。早いですね。ニュウツー君行きましょう。こんな新入社員は嫌だ。82歳。気ぃ使うな。気ぃ使うな。嫌だな。いいですね。嫌だな。どうなってんの？素晴らしい回答ですね。会社の規定は。嫌だな。では、リセット。いい感じに嫌だな。いいですね。82歳ね。誰よりも上ですかね、多分ね。だいぶやる。なぜこの人リタイアしてないんだろうみたいなね。ありますね。お元気ですね。いろんな噂があります。あ、では、ゆげさん行きましょう。はい。こんな新入社員は嫌だ。大学逆主席。なるほど。それを決めた大学側もきついな。そもそもとかどうやって順位つけてるのか分からへんけど。でも卒業できたんだっていうね。すごいですね。逆に卒業できたのがギリギリなんですね。大学が怪しい。リセット。はい、じゃあ小雨さん行きましょう。こんな新入社員は嫌だ。リクルートスーツの着こなし方がもう明らかにビッグボス。メリタ出とんな、うん。普通のスーツじゃないね、これ。いいですね。いいですね。どんどん行きましょう。リセット。はい、じゃあ、タクスマンさん行きましょう。こんな新入社員は嫌だ。先輩の言うことを全部メモして書いてたんですね。で、そのメモ、ちょっとなんか、本当に書いてるかなと思って。見たんですけど、そのメモの内容がですね、ピをひたすら書き込んでいたっていう。嫌だな。怖いな。怖いな。怖いな、これ。仲良くなりそうにないですね。行きましょう、リセット。じゃあ、マゼアンさん行きましょう。こんな新入社員は嫌だ。あ、すごい、朝早く来て頑張ってるな、何してんだろうなと思ったらコピー機に話しかけてた。こわ、もう疲れてるじゃん。やばい、疲れてる、越してますね。あ、じゃあペルトンさん行きましょう。こんな新入社員は嫌だ。なんか回答からのなんか挑戦状みたいに名刺を投げて壁に刺す。嫌だな。飽きてんじゃん。教育なってないですね。行きましょう、リセット。いや、面白いですね。いいですよ。もうこの会社大荒れですよ。この新入社員が、ね、入ってたら。いいですね。じゃあ、ゆげさん行きましょう。こんな新入社員は嫌だ。
アンチタイムカード過激派組織に入ってまず組織が組まれとるやないか。いいですね。新しめの会社じゃないときつい。そうですね。リセット。じゃあタックスマンさん行きましょう。こんな新入社員は嫌だ。就業の時にお疲れ様でしたって皆さん言うと思うんですけど、なんかちょっと違うなと思ってよく耳すまして聞いたら、あのシルブプレフランス語だと思ってませんでしたと言ってた。すげえ長文喋ってるじゃん。毎回帰り際に、もう長いな。今挨拶する時間じゃないでしょそれはな。行きましょう、リセット。ドクロンさん行きましょう。こんな新入社員は嫌だ。明らかに毒を持っている退職をしている。やだー。リセット。じゃあ小雨さん行きましょう。こんな新入社員は嫌だ。入社式の時に新入社員代表で挨拶した人がいるんですけど、その人の話し方が完全にサンシャイン池崎でした。うるせえな。まだな。はい。あ、じゃあ、富山さん行きましょう。ちょっと待ってください。はい。犬気になるな。ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと待ってくれてますよね、ずっとね。深めの眠り入ったから。今、徐々に近づいてきてますね。かわいいわ。かわいいな。かわいいな。すいませんな。かわいらしいな。ベッドから上半身出して近づいてきてますね。かわいい。いいですね。さあ、どうして回答いきますか、富谷さん。いきましょう。はい、じゃあ富谷さんいきましょう。はい。こんな新入社員は嫌だ。まあ上司なんで一応ご飯をおごったんですけど、その後に LINE で今日のご飯ありがとうございましたって LINE が一応来たんですけど、なんか、その社員好んでプラスドライバーの絵文字を使ってます。微妙に嫌だ。すごいな。まあ、悪い気はせんのかな、どうなんだろう。微妙に嫌だのか、なんかもう、ね、なんか嫌だな。他になんかなかったかいっていう。じゃあ、ペルトモさん行きましょう。こんな新入社員は嫌だ。お昼行ってきますって言って二度と帰ってこなかった。おるんよな。割と。それ本当に言いそう。おるな。これはリセット。おるんよな。はい、じゃあマズヤさん行きましょう。はい。こんな新入社員は嫌だ。社長室の札に母親の顔写真を貼った。嫌だな。嫌だな。あったかい気持ちになるんだろうな。リセット。さあ、ずっと。皆さん、負けずに頑張っていきましょうね。負けずに、ほんまや、はい、これ負けずに、はい、行かないと。はい、ね。じゃあ、ドクロンさん行きましょう。こんな新入社員は嫌だ。発狂、失礼します。と言って、発狂した。礼儀だけはできてるな。礼儀正しいな。でももうダメなんだろうな、でも。じゃあ、富谷さん行きましょう。こんな新入社員は嫌だ。先輩の女上司に、5年後、そこそこの地位について、お尻触りますねって、セクハラ予告してきた。しかも結構先やな。結構先。やる気はある。もう関係性は気づいてるはずなのに。出世狙ってるんでしょうね。怖いなぁ。じゃあ、リセット。ああ、いいですね。さあ、あと1、2回とかな。じゃあ、ゆげさん行きましょう。こんな新入社員は嫌だ。服の代わりに、でかい名刺を着てきた。足先の方にメールアドレスの端っこの方がある。もう全部自分やっぱ。いいですね。犬がすごい。すいません。いやでもなんだろう、でもおかげでちょっとずっとにこやかです。なんか、ね、柔らかい気持ちになる。そうですね、柔らかい気持ち。なんかじゃあずっと抱いてるぐらいの距離で。そうですね。じゃあリセット。じゃあタックスマンさん行きましょう。こんな新入社員は嫌だ。すいません、ちょっと何も思いつかなくて急いで打ったんですけど、リーゼントだ。シンプルに、まあ、普通に嫌やな。シンプルだな。気合入りすぎてる。リセット。ああ、面白い。
じゃあ、ゆうつくん、いきましょう。こんな新入社員は嫌だ。頑張って、こう、マクロとか組んで、仕事を効率化してたんですけど、こんなんおかしいですよ、絶対手にやった方が、もっと気合入りますっつって、思考が完全に70年代生まれ。嫌だな。嫌だな。ワンチャンいそうだな。リセット。はい、じゃあ、ドクロンさん行きましょう。こんな新入社員は嫌だ。なんか、その社員が Excel 触るときだけ、Excel めちゃめちゃ調子悪くて、で、本人に、これなんでだろうねって聞いたら、なんか、すごい答えづらそうにしてて、Excel となんかあったっぽい。じゃあ、フレントにあげようってなるのかな、優しいのがね。いいですね。リセット。あったっぽいですね。じゃあ、小雨さん行きましょう。こんな新入社員は嫌だ。ちょっと長めのランケーブル、オーナードでに使うあれだと思ってたんです。ねじれてるけどね。ねじれてるけどね。じゃあ一旦リセットします。リセット。ペルトモさん、行きましょう。こんな新入社員は嫌だ。なんか、パソコンをなんか、シュレッダーにかけて。何が起きたんだ。じゃあ一回リセットします。はい、じゃあゆげさん行きましょう。はい。こんな新入社員は嫌だ。CPU が昔のセレロンを積んでる。これもわからんし全くわからん。セレロン聞かないときますね。やめときましょう。これちょっと伝わらなかったということで。難しい。セレロンが伝わらない時代になりました。終了というわけで。セレロン落ちてるけど。セレロンが伝わらなかった。ちょっと昔っていうか、ちょっとCPU としてちょっと弱いなっていう。なるほど。やめましょう、この話。ね、気持ちよくワンチャン寝ておりますというわけでね。さあ、でもね、コメントで、ね、分かりみすぎるというコメントありますね。あ、伝わってる人は伝わってるそうですというわけで。では、回答を振り返っていきましょうか。そうですね、最初82歳からスタートしましたね。いや、最初にこれつらかったですね、多分ね。そうですね、でかかったですね。ね、70でも気使うのに。60でも気使うのにね。でも70はもう出てるからな、会社出たし。のっぴきならない理由を考えますよね。ね、ついてのなんか、ゆげさん、逆主席も意味わかんないでしょ、これ。いや、もう意味わかんないですよ。大学側の悪意じゃん、これも。意味はない、意味もない。意味はない、なるほど。良くないを表すにはもうこれしかなかった。確かに逆主席、いいですね。さあね、他の方どうですか、回答者側でも、この誰々の回答良かったなとか、あれば全然逆主席でも卒業できんだな。そうね、卒業はするけど最下位の人っていうね。とかね、うん、卒業した人の中で再会、そうですね、おそらく逆にむずそうなんです。逆主席以下はもう留年ですかね、大学とか中退とかですね。コメントのビッグボス好き、スーツの着こなし方ビッグボス。会社を変えていく存在ですよ。ある意味ですね、ある意味めちゃくちゃ上から潰されるんやろなこれ。ビッグボス監督が何とかやってるだけでね、新人選手があれやってたら多分終わってますからね。ああ、いいですね。ドライバーの絵文字を好んで使ってるの。ああ、これいいですね。ありがとうございましたっていうドライバー。すぐなんでって聞く勇気がちょっとない。なこっちの見間違いかなって、ね、一生思うし、ね。どういう意味なの、うん、全然わかんないけど。でもなんかプラスだから、まあ縁かなとかっていう。マイナスの意味では使ってなさそうですね。そうそう、マイナスじゃない。まあまあ、一回か。またもう一回飲み誘った後のやつ気になるなっていう。もう一回飲みに誘いたくない。さあ、名刺刺すやつが好き。名刺刺すやつ。名刺刺すやつ。どこだ。6つ目か。ピの2つ下ですね。わかります。ピの2つから。ピ目印にすな。ね、この地層みたいな感じ、ね。ランドマークになっちゃってる。いいですね。ペルトモさんの回答カードの挑戦状みたいに名称だけで壁に刺すというね、カッってなんかね、それをクッて力強く抜く上司でしょうね。
あ、いいですね、働くてよかったというね、さあ、まあいろいろ出ましたけどもじゃあ、はい、この中から MVP を、じゃあまずは、ゆめきさんに決めてもらいましょうか。はい、ゆめきさんの独断と偏見でお願いします。どっちもいいけどいや、こっちにしましょう。お、どっちにするんだ。はい、はい、では決めました。はい、今回の、お題の新入社員の MVP はドクローネさんのエクセルとなんかあったっぽい。いいですね。これはですね、これ実はコメント欄に結構来てましたね。私もそれ選ぶ気だった。何がもうなんかどういう。エクセルなんかあったっぽい。ちょ、まあ、なんかあったんだな。そうそうそう。触れられないって、その周りの優しさもね。そう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 。あるよね、なんか給湯室の会話も聞こえてくるような。ドラマチックだな。そいつだけの問題よ。エクセルちゃん全然関係ないから。エクセルちゃんと外してあげるとかっていろいろ気遣いたりする人がいて。周りに気遣われる。そうですね。それがいいなっていう。こんな新入社員は嫌だって言ってるんですけど、周り優しいですね、だいぶ。優しい。ただエクセル使われへん新入社員や。いや、いいですね。では、この、お題の回答は徳永さんのエクセルとなんかあったっぽいですね。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、素晴らしい、ね、仕事上絶対に付き合いを切れないっていうのがいいですよね。そうそう。まあでもあいつは自分で向き合うだろうって上司がね、あの言われますね。さあ、 あったかい会社やな。じゃあ続いてこちら。